は、久しぶりです。北欧ヤポンスカです。はい。スウェーデンでプロサッカー選手としてプレーしているヒカリです。ひなみです。まひろです。今回はホームゲームのイジイジに密着してみた。密着自ら。そっか、違う。今回はホームゲームの一日を紹介したいと思います。イエーイ。みなみはビザの関係上、後期から別のチームに移動してしまいました。でも今回の試合はみなみさんが見に来てくれたので、みなみさんがこの映像を撮ってくれました。それでは、行ってみよう。勝つぞ。おはようございます。毎朝起きてみるここからの景色が素晴らしくて、何回見ても飽きません。今日はいい天気です。サッカー日和です。で、こちらがバジルのキキちゃんとサボテンのディディちゃんです。おはようございます。と、体重を測ります。こうか。寝起きは脱水状態なので、毎朝コップ一杯の水をしっかり飲むようにしています。このスムージーは本当に美味しいです。私は汗かきなので梅干しを食べるとなんかいろいろいいらしいです。コーヒー美味しいです。私は食べ過ぎるとあんまり動けなくなっちゃうので、試合の日の朝ごはんは控えめにしています。スパイクちゃん、今日もよろしくお願いします。頑張って走ってください。いい感じ。フォームローラーで軽く筋肉をほぐしてから家を出ます。顔入れ、やっぱ入れたくない。え、入れないで。入れないで。2つあるしな。はい、ということで練習じゃなかった。練習じゃないですよ。試合です。はい、ということで今日は試合に行ってきます。いいや、今日からリーグ再開です。イエーイ。まあ、私事なんですけど、私はあの夢で2試合出たので、まあ、実質3試合目ということで、まあ、ちょっと気遣いしてるところもありますが、行ってきます。It's good for Vidal too to see the corners a little bit. Yes. Hey! ¿Cómo está? Estoy bien. Mi nombre es María. ¡Viva España! How are you feeling? Feeling good. Very good. Very thumbs up. Yeah. Hey, hey, hey. How are you feeling? Good. Very good. What are you... Okso! What are you... What I said? Okso.
アホだおくそ。はいはい。Lina, how are you feeling? Julia, why is it Julia? し強かったな、うん、けどみんな頑張ってた。ほんまに頑張ってた。めっちゃ成長してた。うん、嬉しい。よくなってきてるな。前期引き分けやったもんな、うん、そうや、第1節の、相手で 0-0 やって、その時はもうバンバンシュートも打たれて、ね、ずっと攻められててね。そうそう言ってたわって、あのチームメイトも言ってた、うん、引き分けでよかったって。前期の同じチームメイトやった時に、引き分けで自分らいいぞって感じだったんだけど、うん、今回は自分らは勝たないといけないっていう思うチームになれたよねみたいな。確かに成長いいこと言うやん。もうね、なんかもうチームメイト6歳が言うやん。もうチームメイトがどんどん成長してて嬉しい。そうなんですよね。本当に素晴らしい人柄ね。本当に、うん、家族やな、うん、本当に家族、家族みたい。嬉しい。チーム勝ったよね。みんな迎えてくれるの嬉しい。そうよね、嬉しい。ホーム戦は自転車で行って自転車で帰ってきて
パート行ってパート帰ってくる感じやな、いつもな。11時ミーティングだったら11時に着くぐらいの感じでね。リラックスしてるよね、日本よりね。そうだいぶだいぶ、うんうんうん、いい意味でな、いい意味でリラックスしてて、勝ったらみんなでわーって喜んで、まあ試合前もみんなでわーって騒いでっていう、まあ雰囲気です。海外に興味ある選手もこう、あ、こういう感じなんだなっていうのをこの動画を見て触ったらいいなと思います。この動画がいいなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録、いまいちだなと思った人もグッドボタンとチャンネル登録。概要欄にそれぞれのインスタグラムアカウントを載せているので、よかったらチェックしてみてください。以上、北欧エアコン